映画やゲーム、漫画、ふとした瞬間、虚しくなってしまいます。一人で楽しむ趣味で途切れることなく幸せになるには何か足りないのでしょうか。僕、その、パソコンを開いてて、YouTube とか見てるときは、右側のブラウザーで、なんかウェブサイト見せたりするとか、で、右側でウェブサイトを開いて、スカイプでこう、なんか仕事のやり取りしながら、Netflix を流してたりみたいな感じで、だいたい2個か3個流れてるんですよ。で、っていうパソコンをやりながら、こう、スマホの方ではタイマーを流していて、3時間2回宝箱を開け、で、今だとDQタクトで5分に1スタミナが増えるので、8溜まったらスライムを倒しに行くみたいなことをやってるんですけど、っていう感じで毎日結構だいぶ忙しいんですよ。なので、なんか、その孤独を感じる瞬間みたいな、そういう暇な時間はないですよね。僕はそのクラロワでも DQ タクトでも世界を助けに行くっていうミッションがあるので、世界の平和を守るためにはそんな暇はないんですよね。